ゲオルク・アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクは、ホーエンツォレルン家の一族で、新しい分流である、クルムバッハ系の創始者。彼の孫のうち2人が、バイロイト公領の領主となったが、彼自身は、領主として統治することはなかった。ゲオルク・アルブレヒトは、ブランデンブルク・バイロイト辺境伯クリスティアンと、その妻マリー・フォン・プロイセンの次男。兄で獅子のエルトマン・アウグストは、父に先立って1651年に亡くなった。しかし、この時にはすでにエルトマン・アウグストの子、クリスティアン・エルンストが1644年に生まれており、ゲオルク・アルブレヒトが後継者とはならなかった。1655年にクリスティアンが亡くなると、クリスティアン・エルンストがバイロイト公領の領主となり、ゲオルク・アルブレヒトは暴流の王子のまま1666年に亡くなった。息子のクリスティアン・ファインリヒも同様に1708年に死去。しかし、クリスティアン・エルンストの息子、ゲオルク・ヴィルヘルムが1726年に男系後継者を残さずに亡くなると、クリスティアン・ハインリヒの長男で、ゲオルク・アルブレヒトの年長の孫にあたる、ゲオルク・フリードリヒ・カールが、バイロイト公領の領主となった。さらにゲオルク・フリードリヒ・カールの息子フリードリヒも、男系後継者のないまま亡くなると、フリードリヒの叔父で、ゲオルク・アルブレヒトにとっては、年少の孫にあたるフリードリヒ・クリスティアンが、バイロイト公領の領主となった。ゲオルク・アルブレヒトが創設したフランケン系、ホーエンツォレルン家の暴流を、ベイハーリンガー系とも呼ぶが、これは、息子、クリスティアン・ハインリヒが、シェーンベルク協約に基づき、ベイハーリン現状を居城としたことにちなんだ呼び名である。1651年、シュレースビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリックスブルク公、フィリップの娘、マリア・エリーザベトと結婚、3人の子を設けた。1665年、マリア・ゾフィー・フォン・ゾルムスバールトと再婚、1子を設けた。ありがとうございます。